島金の最近埼玉。スマホは視覚障害者の夢先案内人。一度挫折した島金がスマホに再挑戦。少々手強い3フィンガー3本指。では今回はなかなか難しい3本指ということで、3本指の操作を覚えていきたいと思います。はい、では引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。3本指は少しトラブルが起きやすい操作になりますので、まずどんなトラブルがあるかというのを2つ理解する必要がありますので、まず3本指のダブルタップをしてみて何を読み上げるかを確認してみてください。はい、3本指ですね。はい、ダブルタップいきます。じゃあ読み上げオフ。はい、読み上げオフですね。ボイスオーバーをおしゃべりを止めたということです。で今ちょっと私が操作してみます。はい、読み上げオフにすると、あら、何も言わなくなっちゃった。効果音だけでボイスオーバーの声が止まります。使うところで言うと、例えばこう会議に入る時とか、電話は着信したいんだけどボイスオーバーに喋ってもらいたくないっていう時、いや、あとはこう弱視の人で全部喋らなくてもまだ結構見えるのになという方がボイスオーバーを利用する時などにこの読み上げのオフは使います。ただ、前回2本指のダブルタップで電話を出るというのをやりましたが、2本指で電話を出ようとしたつもりが3本指のダブルタップになって読み上げオフになる、で電話を切った後にボイスオーバーが喋らないっていうトラブルは iPhone を始めた頃には誰もが通る道です。でこの時にこの読み上げオフは3本指の2回ということを知らないと、知ってる人に聞いてみたりお店に確認したりということで大変な思いを皆さんされたかと思われます。では再度ですね、3本指のダブルタップで読み上げをオンにしてみましょう。どうぞ。はい、読み上げオン。はい、読み上げがオンになりました。ではもう一度私触ってみます。テレビ1個のドラッグをすると読みますね。これが3本指のダブルタップの読み上げオンオフです。では続きまして、もう一つ大変なトラブルがスクリーンカーテンです。では3本指の3回トリプルタップをお願いします。トトト、3回ですね。はい、はい、いきます。はい、スクリーンカーテンオン。はい、見えない我々には何が起こったんだか分かりませんが、分かんない。今画面をご覧になられている皆さんは画面が真っ黒になっています。ただこれはスリープになったとか電源が切れたのではなくって、スクリーンカーテンという画面を真っ黒にするというコマンドになります。なのでまた私が1本指でドラッグしてみると、テレビ、株価、マック、シャ、カレン、ペ、時計、普通に動くんですね。電話も着信できます。もちろん出ることもできます。このスクリーンカーテンはこれも弱視の方へのこう配慮の一つだと私は考えます。先ほどの読み上げオンオフは軽度な弱視の方の配慮ですが、スクリーンカーテンに関してはもう少し見えづらい弱視の方の、まだブラインドじゃないけどボイスオーバーを使う、それでも画面は見えづらくなってきたという時には、見える光はそのまま残して、でも見たら失敗しちゃうんだったら見ない方法をということで、要はアイマスクして iPhone しましょうというのはやはり私もあまり好きではありません。このことでですね、見える機能ですね、まだ使える機能は使って、見てうまくいかないことは見ないで少しずつ慣れていきましょうというような練習の時にこのスクリーンカーテンは有効です。それと、まあ、こう省エネ、画面のライトもつかなくなりますので電池の持ちも良くなります。電車で使う時などでは画面を真っ黒にした覗き見防止というような観点からもまあ便利だと言われています。もしこの動画をご覧になっていらっしゃる見えている方、支援者の方、見えてるけどちょっとボイスオーバーに興味がある方、少し操作に慣れてきたらこのスクリーンカーテンをオンにした状態でチャレンジしてみるのもいいかもしれません。ということはこれあれでしょうかね、画面を見ないで例えば私の YouTube を音だけで聞いてどんな感じかなとかっていうことも試せるっていうことですかね。そうですね、見える方が見えない操作を体験するのに、やはり見えてしまうとどうしても見ますので、見えない状態での練習だったり、我々がどういう使い方をしているのかなと再現するときにも有効なコマンドだったりしますので、いいですね。これイヤホンして音も漏れないようにしとけば、まあかなりね、いろんなことに使えそうですね。そうですね、内緒ですけど。それではこの動画を見ている方も多いので、スクリーンカーテンをオフにするために3本指でトリプルタップをお願いします。はい、スクリーンカーテンオフ。
はい、これでまた画面が戻りました。では続いて3本指で大事な操作2つ目、ページをめくる操作について解説したいと思います。現在画面はホーム画面です。でホーム画面に2ページ目に切り替えるには、見える人は1本指で右から左にスワイプをしていますが、我々ボイスオーバーユーザーは3本指でこれを行います。すなわち3本指で左にスワイプでページがめくれます。ではどうぞ。はい、やってみます。はい、いきます。全2ページ中2ページ目、はい、はい、全2ページ中2ページ目ということで、これうまくいったんですか？うまくいってます。あ、そうですか。はい、では、ページを戻すために今度は左から右でいってみましょう。はい、いきます。ホーム全2ページ中1ページ目、フェイスタイム、はい、2ページ中1ページ目ということで、ページが前後移動ができました。その他インターネットのホームページや LINE など縦にスクロールしていく画面は3本指の上下で行いますので、また試してみてください。以上、3本指のダブルタップで読み上げオンオフ、3本指のトリプルタップでスクリーンカーテンオンオフで、3本指の左右上下でページをめくるというのが基本的な3本指の使い方になります。その他にも3本指は便利な操作がありますが、これは慣れてから中級編ということでやっていきましょう。はい、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。島金の最近埼玉、スマホは視覚障害者の夢先案内人。一度挫折した島金がスマホに再挑戦、いかがでしたでしょうか。音を頼りに特殊な使い方でスマホを操作しなければならない視覚障害者、やはり同じ視覚障害者でスマホを操らせたら日本一、井上直也さんのレッスンはベリーグッド。とってもよくわかりました。スマホ初心者の視覚障害の当事者の皆さん、ご参考になりましたでしょうか。また視覚障害ではない皆さんにも参考になり、何らかの気づきがありましたら幸いです。では次回は強い味方シリに聞いてみようをお送りします。どうぞお楽しみに。ご評価とともにご質問やご感想のコメントもお待ちしております。また新作が公開されますとお知らせを届けることができます。チャンネル登録もぜひお願いします。では皆さんお元気で。